韓国の独都級教習揚陸艦の2番艦であるマラド教習揚陸艦が就役したね。この2番艦に F-35B ステルス戦闘機を艦載するという噂があったよね。ああ、だけど実際は違っていたようだな。さて今回は、このマラドについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2021年6月末にマラド教習揚陸艦は就役していて、1番艦独都は14年前の2007年平成19年に就役しているから、かなりの時間が経ったことになるね。この14年の進歩というわけか、同型艦の独都よりマラドの船体がかなり大きくなったみたい。これも自慢の一つなんだろうね。同じ時期の日本の動きを見てみると、海上自衛隊はヘリコプター搭載型護衛艦である出雲と加賀の2艦を航空母艦化することを決定しているよ。マラドがこの時期に就役したのは、韓国がこういった動きに反応したのではないかと見る向きもあるんだ。そう考える理由だけど、このマラド艦の全通飛行甲板に航空機用の耐熱加工をしたと見られているからってわけ。だから日本の出雲や加賀と同じように、短距離離陸及び垂直着陸できる F-35 戦闘機を艦載する可能性があるのでないかとも推理されているよ。と言っても、この耐熱処理は F-35 戦闘機用レベルではなく、大型輸送機 MV-22 オスプレイの離着陸レベルに過ぎないとも言われ、F-35 の超高温排気熱には耐えられまいと推測する人も多いようだぜ。こういった人の意見によると、もともと韓国には F-35 排気熱用の耐熱塗装技術はない。まして独都級強襲揚陸艦は F-35 ライトニングを収容できる設計にはなっていないという理由が2つもあるからということだね。そしてなんと言っても、耐熱加工以前の前提として、マラドの飛行甲板強度は戦闘機の離発着の荷重を計算して設計されていないということなんだ。だから F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として利用するということは物理的には無理だろうと推測されていて、つまり、意気込みは高いけれど、実態が伴わないということだね。戦闘機を乗せた途端、艦が沈んだなんてなったら、ギャグだよね。肝心の F-35 ライトニング 2B 型戦闘機だけど、有能な戦闘機だから、その分運用に関してはリクエストされるものも多いみたい。運用には特殊要素が求められるとかで、具体的には飛行甲板の強度、耐熱性、収納空間などの構造も考えなければならないそうだよ。マラドには確かに全通飛行甲板があるけど、戦闘機を艦載して使用するのはそんなに簡単なことではないとわかるよね。別の見方をすれば、日本の出雲や香川設計や建造の段階から F-35 運用を想定していたとも言えるんだ。この艦を作るときにこの艦艇は憲法で禁止されている空母ではないかと野党が指摘していたのも当たらずとも遠からずだったのかもしれないね。これまでの日本政府の見解を確認すると、憲法上保有できないと規定しているのは SLBM、サブマラインローンチとバリスティックミサイル潜水艦発射弾道ミサイルを搭載した。戦略型潜水艦及び長距離戦略爆撃機や攻撃型空母なんだ。この規定から判断すると、出雲や香川攻撃型には入らないという判断になっているな。言葉遊びみたいな気がしないでもないが。さて韓国のマラドについてだけど、国内でも1番艦独都は強襲揚陸艦と呼ばれているんだけど、この艦は大型輸送艦とされているよ。同じシリーズの艦艇でなぜ故障が変わったのか、どこかに忖度してからなのか、理由はわからないけどね。韓国メディアの多くが1番艦独都、2番艦マラドを建造したことによって、我が国は航空母艦建造のノウハウと技術を確実に蓄積できたと自画自賛的報道をしているみたい。韓国内には、航空母艦保有について否定する意見はないみたいだし、軍事力が上がったと喜んでいるのかもしれないね。とはいうものの、現実を知る論者たちからは、危惧する意見もあるようだぜ。なんといっても韓国最大の仮想敵国は同じ民族でありながら、現在も一時休戦状態にある隣の北朝鮮だからな。そう、1950年昭和25年から1953年昭和28年まで続いた朝鮮戦争から70年近く経つのに、現在は休戦しているだけで、戦争は続いていることになっているんだから、驚きだよ。まあ、2008年平成20年に観光地の金剛山を攻撃して観光客を死亡させたり、2010年平成22年にはヨンピョン道を攻撃して韓国軍兵士を死亡させるなど、忘れた頃にいきなり攻撃する北朝鮮は常在戦場精神なんだろうね。といった状態だから、地続きの北朝鮮対策として韓国が航空母艦を保有するのは有効策とは思えない。F-35 ライトニング 2A 型の配備を減らすことは避けるべきだというのが現実論者の意見ということ。つまり、北朝鮮との戦争にとって海は重要ではない、空の防衛を固くすべきだという見方だろうね。地図を見てわかるように、狭い韓国の領海に空母を置いても宝の持ち腐れになりかねないからな。
このような意見は韓国の地理的、軍事的状況を考えると的を得た意見と思えるぜ。でも韓国世論の多くは日本が竹島韓国名独島軍の力で奪還しようとめろんでいるから、対策として空母は絶対必要というわけだね。ここで突っ込みを入れると、奪還も何も、竹島はもともと日本の領土だから、韓国の言い分は意味不明と言いたくなるものだけど、何にせよ、日本が前述に韓の航空母艦化を決定したことが、韓国の対抗意識に火をつけてしまったんだろうし、韓国内の航空母艦を持つべきだという声におもねるというわけではないのだろうけど、外国に空母を見せつけることによって、韓国の力を誇示すると同時に危うくなっている自分の政権の支持率を維持しようという元文政権の意図を感じるよね。内政の危機を外国の敵のせいにして政府関係者は逃れようとするという手法は古くからあるからな。日本もそうだが、こういった手段は悠久の歴史を持つ軍事大国中国のお家芸ではなかったかなと思うぜ。中国が北朝鮮のバックにいることは見え見えだし、北朝鮮と韓国は日頃対立していても、ことが日本に関係するとすぐ手を握るというのも嫌というほど見せられてきたしね。韓国はマラドに続く3番艦について、すでに白霊島霊の右に羽がつきます。ペンニョンドという名前で建造計画を進めていて、ということは、この艦が最近本格化しつつある韓国初めての軽空母になると思われるよ。艦の影も形もないのに名前だけはもう決まってるんだね。逆じゃないかと呆れちゃうけど。この軽空母計画で気になることは、今までドクトなどを作ってきたのは阪神重工業者だったんだけど、3番艦の建造はヒュンダイ重工業者とテウ造船海洋社が入札に名乗り出たってところだね。ヒュンダイもテウも韓国では有名な大企業で、一大財閥としての地位にある会社で、政界とも深いつながりがあるというのは有名だな。前述のように、韓国はドクト急強襲揚陸艦の建造を通して、航空母艦建造に関するノウハウと技術を積み重ねてきたと自慢げに報じてきたもんね。にもかかわらず、巨額の予算を投入する国家プロジェクトなのに、建造企業を変える方向に進んでいるのはなんとも不思議というか、むしろ隠したい意図が存在するのではないかと憶測しそうだよ。ヒュンダイ、テウどちらの企業が作るにしても、韓国単独で航空母艦を作ることは困難、というか、無理だろうね。一つ救いがあるとしたら、ヒュンダイ重工業者にはイギリスのバブコック社クイーンエリザベス級航空母艦を建造が支援する予定になっていることだな。また一方のテウ造船海洋社にはイタリアのフィン艦定理社が支援する予定となっているみたい。3番艦の初期設計についてはヒュンダイ重工業者の案が採用されているから、当然バブコック社が支援し、クイーンエリザベス級航空母艦と同じスキージャンプ発艦方式を採用する可能性が高いとされているよ。テウ造船海洋社とイタリアのフィン艦定理社イタリア海軍強襲揚陸艦トリエステを建造のコンビは、独島級強襲揚陸艦と同様に船体を小さくして、小回りの利く運用を計画するのではないかとされているね。このトリエステ艦は案外小型なんだけど、ヘリコプターと F-35 を合わせて最大20機ほどが艦載可能ということで、航空機の運用能力は低くはないんだ。ミニサイズに戦闘機がたくさん乗せられるというのは、むしろ効率的だろうし。ただし、この2社コンビ案はスキージャンプ方式は採用していないんだ。余計なお世話かもしれないけど、個人的にはヒュンダイ重工業者&バブコック社案より、テウ造船海洋社フィン艦定理社案の方が現在の韓国の現状を考慮すると使い勝手が良いのではないかと思うよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。